当に何かいるのか、この先に。いるよ、気をつけて。どうした？なんだろう、この部屋。眺めててもわかんねえよ。それより外の焼却炉の方に何かいるんだろう。進もうぜ、先に。わかった、先に出てて。おう。え？何今の声？篠崎？おい！篠崎！何？何？嘘！やだ！岸沼くん！岸沼くん！無事ね、生きてるね。先生の声がする。何を言ってるの。先生、どこに行ってたの。会いたかったよ。ごめんね、怖い思いさせたね。あれ？先生、先生。シロザ、骨折した腕が。篠崎さん、さ、立って、ここを出るわよ。無駄に死ねぞ、先生の気持ちを。わかるよな、強くなれって。校長だわ。なんだ
あれだ。リボン。おい。なんだ。狭いけどこの路、這っていけば奥に行けるのか。そういえば、奥の方に小さい明かりが見えるぞ。部屋でもあるのか。よし。待って！これ焼却炉よ！途中で火でもついたら。だな。よし、よっ。私も行く。待ってろって言ったろ。いや、ったく、気をつけろよ。そこら中に埃の塊とか引っかかりがある。くそ、狭いな。だいぶ来ちまったが、低い天井のせいで体を起こせないってのがこんなに不安だとはな。もし今出口や入り口が塞がれて、余計なことを考えるな。すごい埃とすす。なるべく。大丈夫って、刺しちゃ…そうか…来ないで…お願いだから…戻ろう…そうだな…戻れるか？ゆっくりでいいぞ。やっぱりここが怪しいよな…行くしかねえか。怖いけど、あなたが…やっぱこの先何かあるな。来ないで。来るな。だから来ないでって言ったのに。地下通路、学校の地下にこんな場所があったのか。お兄ちゃん、ゆうかが、おにゅう見て、この扉見覚えある。首がいっぱい打ち付けてあるよ。ああ、開かなかったあの扉か。あの向こうに入れたんだな。待って、ってことは幸子が子供たちを殺害した場…ああ、そしてどの部屋かな。殺害犯、いや、誘拐犯の男がその痕跡があればその部屋ということになるな。なんだこれ、人の頭。ひどい。昔のものじゃない。俺たちのようにここに迷い込んだ犠牲者だ。なんでこんなに綺麗に並べるわけ。誰かがそうしなきゃこうは並ばない。悪趣味にも程がある。
おかしなことばかりだ。
なんだ、大丈夫か、ゆか。何ここ、何の部屋なの？この机も血の跡がいっぱいだ。その机の下に入ろう。こんなところすぐ見つからない。他に隠れる場所がない。急げ。ユカ、来るんだ。俺から離れるな。この足元の引きずった跡を追っていった。篠原を引き…
気がついたらそこの段差にはまっててよ。もう少しでプールの方に落ちちまうところだったぜ。くそ、大丈夫か篠崎。うん、よしき、篠崎も持田くん。ああ、はい、大丈夫、息が…ナオミが篠原の体を持った化け物を追いかけていなくなった。中島さん、由衣先生も…私の…強くなれ、由衣先生の最後の言葉だ。負けずに生き抜かなきゃよ。そうだろ、由衣先生。先生ならきっといつだって応援し続けてくれる。きっと今もだ。行こう、先生に心配かけちゃダメだ。待ってくれ、帰ると言っても、あの人は今、あの人が負けなかったら帰ってきて。ここ幸子を浄化することも可能でしょう、あなた方が。なんだかわかんねえけど、ここまで来りゃ何だってやってやるよ。わかった。じゃあ、入ろう。逆打ちは、幸子の心にアクセスする手段にもなります。俺たちは、お前に危害を。帰れ、殺す。こと…僕は田口翔吾、響木光先生の助手であり、カメラマンだ。先生とはぐれてしまったが、僕は先生との約束通り、何があっても撮り続けようと思う。この事実を僕の生きた証として残す。やめてー！
うまく。お願い、やめて。大丈夫か？耳が。兄ちゃん。ゆかちゃん。ゆか。ゆか。てめえ、幸子、やめろ。町田くん。説得？早く！ああ！お前の母親も悲しんでいたぞ。こんなことで自分は喜ばないって。私のリボンでいいかな。歩み。ゆか。ナオミ、無事でよかった。ゆきちゃん。皆さん、今です。天神小学校を閉じてしまう前に、ゲートが閉じてしまったら、またこの多重閉鎖空間。え？閉じたら。私たちはここのレイズ場に捕らえられているみたいで、今、ほんの少しの間だけ、自由になっている。そんな！この学校はすでに、早く。うおぉ！ああ！急いで！
よし、これを乗り越えてみんなでもう一度逆打ちだ。おい、しばらくは生還した喜びをかみしめて、すぐに重たい現実が、絵が、先生も死のその場にいなかったからだ。じゃあ気をつけてね。ああ、さようなら。ああ、みんな、ん、明日も、あ、信じられないことが起こりすぎて眠れないと思ったが、その晩は、次の日、ゆい先生たちのいない学校に憂鬱な気持ちで登校した俺たちは、心底驚くこと。篠原？森重？誰だそれ。うちの副担は松戸じゃん。寝ぼけすぎじゃね？転校生？誰か来んの？はじめから死んでしまったみんなが、はじめからいなかった。記憶にさえ残っていないなんて、聖子たちの生きてきた今までって何だったの？ゆい先生も、鈴本さんも、森重くんも、俺たちの記憶にしか存在しないって。たくさんの魂と人の思いを飲み込んで、新しい幸子を得た天神小学校は、今もあの場所に存在している。生き残った者、命を落とした者、黒き呪いに取り憑かれた者、傷つ、帰るべき場所を。サトシ、いや、いいさ。どうしたんだ？サトシに見てほしいこれ。こ、篠原の携帯に残ってた送信マ、うん、あのね、ナオミが、私が動けない聖子の首にロープを。記憶はないのか？あの映像を見たとき、私何も考えることができなくなって、もう全部が嫌になって。私。
気を失いかけた時にね。辛いことばっかり。やっぱり聖子にも嫌われて何にも希望がないや。同じメールがまた来た。聖子、何か言いたいの？怒ってないわけない。喧嘩してたんだもの。許してくれるわけない。あんなひどいことしたんだもの。結構許せないよね。私のこと大嫌いでしょ。怒ってるでしょ。Thank you.